これが任天堂スイッチの妖怪ウォッチ4ケータ編をプレイできるのか。どうも妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回はですね、こちらフランスの妖怪ウォッチグッズ紹介したいと思います。結構これ何回か紹介してるんですけど、妖怪ウォッチの、雑誌なんですよね。おそらくナンバー5で、こちらの雑誌毎回すごいのがですね、付録いろいろ入ってるんですよ。今回は2個、これがメダルで、これがなんか任天堂スイッチの形したおもちゃなんですよね。これちょっと気になるわ。早速開けていきましょう。付録がこちらで、雑誌がこちらですね。ケータとイナホ、そしてジバニアにウサピョン。イナホとウサピョンはもう日本ではなかなか見ることないですよと。ケータくんがこれね、妖怪ウォッチ U プロトタイプつけてますね。ドヤーっていう顔してますね。ワインの時計ドヤーっていうドヤ顔してますよね。あとこれイナホちゃんもですね、ちゃんと妖怪ウォッチ U プロトタイプをつけてます。女の子がつけても男の子がつけても、すごい似合ってる、かっこいい、クールですよね。めっちゃどうでもいいけど、この稲穂と指ちょっとおかしくない？なんか小指めちゃ曲がってるし、どういう状態なんや。付録も気になるんですけど、先に雑誌をね、見ていきたいと思います。こちら開けてみるとですね、いろいろと広告も載ってるんですけど、これ、わかりますか？日本と違うのが。日本だと、妖怪ウォッチバスターズ、赤猫団白犬隊なんですけど、妖怪ウォッチブラスターズなんですよね。バスターズではない。最近アメリカだと、妖怪ウォッチ3のね、ソフト発売されてますよね。3DS の妖怪ウォッチ3とかね。雑誌の内容が、これ、ウサピョンがロケットを作るところですね。いろんな妖怪の力を借りて、ロケット飛ばすんですよね。ウサピョン！こういうのとかもめっちゃ面白いですよね。これ、妖怪を探せということで、いろんな妖怪が隠れているんですよね。セミ丸は果たしてどこにいるでしょうか ?5、4、3、2、1、ブブー！正解はここっていうね、めちゃちっちゃい。昔妖怪ウォッチのファンブックとかも発売されてたんですけど、もう最近はそういうのも全然発売ないですよね。これもファンブックに近い感じですよね。妖怪ウォッチのマガジン、コマさんとマッサージ師の対決とか、こんなありましたね、昔アニメで。妖怪ウォッチのアニメがですね、また4月から始まるんですけど、なんじゃこれ。こういう可愛い妖怪たちがまたアニメに戻ってくるのはすごい楽しみですよね。そして付録がこちらです。これは妖怪メダルと、これ多分さ、弾がいっぱいあるからシューティング銃かブラスターっていうか銃みたいにしてこれ発射できるんじゃない？先にこちら妖怪ウォッチのシリーズ2ですね、開封してみたいと思います。これはハズブロが発売してるやつですよね。このパッケージも妖怪ウォッチの形になってるんですよ。ケータの妖怪ウォッチの形になってると。妖怪メダルが3つ入ってることやね。マガジンにこれ妖怪メダル付属ってなかなか大盤振る舞いじゃない？ヨーロッパのフランスの妖怪メダル開封しています。何のメダルが入っているのか、せーの、ドブン。これは歌うなぎの妖怪メダルと、これなんだったっけな、口がめちゃくちゃでかい妖怪なんで、これなんかこう余計なこと喋りまくるみたいな妖怪ちゃうかったっけ、めっちゃ名前ど忘れしたけど。そしてもう一枚の妖怪メダルが、うわ来た、これ百鬼姫の妖怪メダル、キラじゃないですか、キラキラに光ってる殺し用ですね。この百鬼姫めちゃ可愛い。こちらのメダルは口だけ女ですね。これスマホでなんかベラベラ喋ってますけど、もう口だけの女、行動しない口だけの女っていうことですね。でこちらのメダルが歌うなぎの妖怪メダル、てか銀フレームの妖怪メダル、すごい懐かしいですよね。そして3枚目、こちらめちゃくちゃ可愛い百鬼姫ですね。ちょっと目つき鋭ないっていう、これ表情マジでいてまうぞみたいな、こうさっき出てないですか、ちょっとね可愛いんですけどね、百鬼姫。ちなみに妖怪ウォッチのこのシリーズ2に関してはこんだけラインナップしてるんですけど、レジェンドのこれですね、花咲かGがラインナップしてます。最後にこちら開封しています。これなんて書いてるんやね、タコンソーレランケディスクエース。結構今まで妖怪ウォッチ型の銃とか弓矢とかがあったんですけど、これは任天堂スイッチ型の銃なのかしら。謎はすべて解けた。いろいろ触ってみて分かりました。これね、ほんまに任天堂スイッチみたいな仕組みになってて、このね、ジョイコンっていうんですか、この操作するやつを外すことができる。
すごないこれ、任天堂スイッチにもこういう機能あるじゃないですか。これがですね、実際の任天堂スイッチですけど、まあサイズは確かにちょっとちっちゃいけど、ボタンをこう押すと、こんな感じで外すことができるんですよね。この裏面のボタンを押しながら引っ張ると取り外すことができます。めっちゃ今時じゃないですか、任天堂スイッチ型にしてくれるって、すげえ。でこちらなんとですね、任天堂スイッチよりもすごい機能があります。それはですね、この画面がパカッと開くんですよね。ここに収納することができると、ここに豆腐を入れたりとか納豆を入れたりとか、あとおにぎりのこの海苔とかをね、収納することもできる。万能やん。さっきゲットした例えば妖怪メダルとか、こういう風に入れて持ち運びが、ま、できるぞっていうことですよね。わ、すごすぎ。これ妖怪メダル入ってると思わへんやん。すごすぎ。そしてこれ気になりますよね。これちゃんと機能があります。これま、十字キーとかそういうことだと思うんですけど、これね、ボタンになってるんですよ。そう、ここに弾を入れて、発射することができると、そういうことだよね。弾がめっちゃちっちゃくて見にくいんですけど、ロボニャンとかメラメライオン、ブシニャンとかキュービーとか、コマーさんのイラストになっております。まずコマーさんの弾を入れて、これで蓋したらいいっていうことかな。いきます！発射3秒前。3、2、1、ファイヤー！ブン！おぉ！ファイヤー！めっちゃ飛ぶ。跳ね返ってきた。めっちゃ飛ぶ。ちなみに左側もですね、こうパカッと開けて弾を撃つことができます。これだからダブルだよね。右も左も発射できるっていう。バシュンバシュンバシュン。キュービの弾を装填して、発射！ファイヤー。うわ、めちゃくちゃ飛ぶ。これが妖怪ウォッチ4か、ニンテンドースイッチで操作できる素晴らしいグラフィック。ケータのお部屋でなんかいろんな妖怪いっぱいいるやん。ちなみにこの画面に映ってるのはですね、ケータの部屋なんですけど、妖怪大辞典をめくってると、そして土の子にトゲニャンとかもいるんですよね。かわいい。マンオディシとかもあるし、あとウィスパーもあるですよ。セバスチャンとちょっと喧嘩してますけど、あとメラメライオンとブリ隊長、あとコマさんに、コマじゃない、コマさんのこの表情見えますか、このかわいさわかりますか。これ肘ついててこうプニーってしてるんですよね。これは天使萌えき。あとケイタのクローゼットからジミーがチラーっと出てきたり、あとこれヒキコウモリとかジバニャンとかもいますね。でよく見るとここにはですね、見えますか、これリモコン隠しもいます。いろんな妖怪おるね。いやこれはマジですごいっすよ。ニンテンドースイッチ型のピストルっていうね。ウサピョンちょっと当たるか狙ってみましょうか。まっすぐ飛ぶんかな。コマさん砲発射。ちょっとかすれるぐらい。いきます、発射。バキュン。かするけど、まあ、倒れんわな。はい、ということで一通り紹介したんですけど、いかがだったでしょうか。まさかね、これ任天堂スイッチの妖怪ウォッチのこうゲーム風のおもちゃがついてるとは思わなかったですね。これが銃っていうね。これやっぱさ、妖怪ウォッチ4は任天堂スイッチで発売されるっていうのを知ってるから、こういうおもちゃが出るんですかね。はい、ということで今回はフランスの妖怪ウォッチグッズの紹介でした。アデュー。